ダンスブレイブ2017終わりまして結果がね出ました、ジャッジ審査員ケンジさんに来てもらいましたけども、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。いや、小学生部門からまず見ていきたいと思いますけど、どうだったでしょうかね、全7チームエントリー。はい、そうですね、うん、結構あの濃い、7チームが、うんうん、集まってて、うん、もうやっぱり1チーム目5バーンから、うんうん、あ、もう今日は結構、レベルの高いあのコンテストになるんじゃないかなと思いました。うん、5バーン本当にすごい、そうですね、本人たちもすごい楽しそうだし、うん、ちょっと場を盛り上げるような、うん、選曲とダンスで、結構元気をもらいましたね。はい、まあ、そこからファイヤーの B ボーイも結構、うん、そうですね、男らしく、うん、結構みんなチャレンジしてたんですけど、まあ、ミスがまだまだあったので、ちょっと惜しかったね、はい、リーズとかね、最後 ね、うんうん、決めるとねもっと良くなるんですね。課題はね、あの B ボーイは本当に尽きないと思いますけど、うん、ますます頑張ってください。おい、はい、そうですね、あとやっぱりノーティーも、うんうん、自分たちがこうヒップホップすごい好きなんだっていうのが伝わってくるダンスで、うんうん、衣装も雰囲気も合わせて、うん、かっこよかったです。そうですね、まあそういった感じで進んでいって、うん、気になる準備的にはね、そうですね、ユーピース、はいはい、ファカルティ、うん、やっぱりもう踊り慣れてる、本当に緊張とかそういったものもなく、うんうん、見せきるダンスを、うん、してたと思います。はい、はいはい、ますます発展してください、うん、やっぱね、じゃあ中高生部門はね、ちょっとエントリー数5チームという活だったんですけども、はい、その中でなんか気になるチームがあれば。そうですね、ダムクランのイツキのやっぱりムーブが、うん、今日全ダンサーの中で一番かっこよかったです。おお、やっぱ個人賞としてはイツキ君が入ってくるぐらいの、はい、スタイリッシュなね、B ボーイブレイクダンス、はい、トップロックも、うん、フットワークも、ちょっとパワー系のもやっぱりすごいかっこよく決まってました。うん、音にも本当にマッチしてました。はい、いいですね。あとはありますか、気になるチームとか、ね、アドバイスやなんか課題点とかがあれば。です、ね、ハイスクリームも、うんうん、そうですね、しっかりトップロック踊ってたので、うん、やっぱりそのこのままそのブレイク、まあ、ビーガールとしてもその、うん、立ち踊りからしっかり枠を広げていって、はいはい、で、かっこいいパフォーマンスしてくれるといいなと思います。ますます頑張ってください。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ3on3 の、はい、オールスタイルオールジャンルでのバトルという形、全部11クルーのエントリーがある中で4つ選ばれまして、はい、そして、チャンピオンがね、はい、オールスターズという小学生、はい、そして中学生の3人組、はい、どうだったですかね、今回のこの 3on3 は。 3on3、まずアトムは、うん、アッシュの2人が、うんうん、そこにいたんですけど、メンバーに、ね、入ってました。はい、そうですね、やっぱりコンテストの作品も、うん、バトルのダンスも、まずレベル高い中で、見せてくれてて良かったんですが、そうですね、ただバトルの時は、うん、音とマッチしてない感じが、うん、音を外してる感じがあったので、うんうん、なるほど、多分本人たちも、そこらは気持ち悪かったんじゃないかな。気持ち悪かった。うまく乗れないというか、うんうん、そういった中で踊ってたんじゃないかなと感じました。だからそうですね、うん、いろんな曲で踊るっていう課題は、うん、本当、まあ、全ダンサーそうなんですけど、うん、ちょっとそこが苦しそうだったなと感じました。これやっぱ練習としては、自分たちの得意な好きじゃない曲でも、はい、やっぱりバトルで勝っていくためにはちょっと練習としてはした方がいいんですかね。そうです、というよりは、うん、曲に合わせて今この曲が、まあ、例えばアトムであればロックなんですけど、うん、今この曲がポイントをした時にトゥエルをした時にどうなんだろうっていうのをやっぱり、うんうん、考えてほしいなと。違うテイストのやっぱりロックダンスだとしても、はい、ちょっと、テイストを変えてみたりとか。そうですね、まだまだ本当にこれからダンスいっぱい踊っていくのであろうから、うんうんうん、
やっぱりそのジャンルの壁を越えて、うんうん、あのいろんなものを貪欲に吸収していって、うん、絶対に自分たちはロックだからロックをしなきゃいけないっていうルールはないと思うので、なるほど、それを自分たちで作ってしまってる、うんうん、壁をね、こう、はい、ロックだからこうだろうみたいな、そうですね、それちょっと一つ変えてみるのも成長の一つと、はい、そうですね、まだまだチャレンジする、うん、あの時間はいくらでもあると思いますので、うん、確かに確かに、はい、その点、うん、優勝したオールスターズ、ね、オールスターズは、もう本当に全部大好物なのかなっていうのを感じて好き好き全部好きみたいなね、本当に自由自在に、うん、はい、特にあの後ろで2つに湯沸いてた子、うん、三つ編みしてた子は、マイマイかな、うんうん、すごいあの会場をロックしたと思います、うん、沸かしてましたね、はい、そういうダンスが見れたので今日は本当に、うん、お腹いっぱいになりました。 ありがとうございます。こちら半島で地元の、ダンスカルチャー発展のためにということで、はい、今年2回目なんですけど、はい、どうですかね、この知多半島というローカルなエリアでやってることに関して、ケンジ君は世界でねこういろいろ戦って見てきてるケンジさんですけども、どういうふうに感じましたか。そうですね、イベント自体はやっぱりあの継続していくことが、うん、本当に大変だとは思いますが、継続していった先には、すごいあの理想郷が待ってるんじゃないかなと思います。はい、そうですね、まあ本当にこのイベントを今日楽しみにしてた皆さん本当にたくさんいたと思うんで、うん、まあ、それが定期的に年1回なのか年2回なのかあったら、やっぱり励みや、楽しみ、うん、交流、いろんなことが生まれると思うので、ぜひぜひあの続けていってほしいと思います。ゆうじ君とはもうイベントをね、うん、いろいろ、うん、一緒にやらせてもらうことが多いんですけど、うん、やっぱりこうシーンというか歳月を経ていろんな、ね、あの場面が思い出されるんですけど、うん、まあ、これからどん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 またそうやって作り上げていくことに、あのこういったストリートダンスのカルチャーはあのそこに面白さがあると思うので、うん、確かに、はい、ぜひ皆さん、はい、で、継続していきましょう、うん、また来たいです、ね、ぜひともまたね来てほしいなと思います。はい、ケンジさんでした、ありがとうございます、ありがとうございました。